レスターシティで活躍する U21 フランス代 DF ウェズレー・フォファナに対してマンチェターユナイテッドが関心を示し、獲得に向かい他打診を行ったと見られている。フランス、フットマーケイトが16に伝えた。今シーズンのユナイテッドの試合、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見、実施中、現在20歳のセンターバックであるフォ・アナは、フランスのサンテティエンヌでデビューして高い評価を受け、昨年10月に、レスターへ、移籍。レスターでも1年目からレギュラーに定着、これまで公式戦29試合に出場して、チームの吉見勲に貢献している。ユナイテッドのオレグナースールシャール監督は、DF ビクトルリ・デロフや DF エリック・バイリーのパフォーマンスに満足しておらず、キャプテンの DF ハリー・グワイアとパートナーを組む、新たな DF を探し、いるという。その候補として、フォファナに目つけ、レスターに接触したと報じられているが、レスターとしても、今季獲得したばかりで2025までの契約を交わしている有望株を早間に手放す気はないだろう。ユナイテッドが絵を望むのであれば移籍金8000万ポンド、約120億円を給する見通しだとされている。レスターがフ・ファナを獲得するためにサンテティエイヌ支払ったとされる金額は3650万ポンド、約55億円。プ・ミアリーグで過ごした約半年で、評価額は2倍上にまで高まったことになる。両。